デリー大学はインドのニューデリーにある公立大学。1922年設立。名門校国立大学。インド工科大学に次ぐ国内外問わず有力者を多数輩出しているインドのトップ校の一つである。イギリスの大学と似たカレッジ制度を採用している。こうしたカレッジ制度を採用した大学はインドでは非常に珍しい。 複数のカレッジにより構成される。この大学は同じ学部が複数のカレッジにある。そのため同じ学部の生徒でも違う校舎、カレッジであることがある。試験は大学統一試験ではなく、それぞれカレッジごとに行われる。ファイナンシャルエスティメイツ2018から2019。2019年3月23日閲覧。バイスチャンセラー、ユニバーシティオブデリー。 中 ac いし、2020年11月5日閲覧。abc、du、ユニバーシティ・スチューデント・インロールメント・ディテールズ。www.ugc.ac.in.2020 年2月10日閲覧。インドの大学ランキングトップ10、上位校の特徴や申請、入学方法を解説。世界中ライフ海外移住をもっと身近に世界で。 クラス情報メディアマイナス。世界中。2020年11月11日閲覧。AB、生徒数は22万人。世界の注目が集まるインドトップ大学のカレッジ制度とは2020年11月11日閲覧。ありがとうございます。